ワールドマックス・ブルックスのベストセラーを原作としたパニックアクション超大作人間をゾンビにしてしまうウイルスの発生源とその対策を求めて世界を飛び回る元国連捜査官の姿をブラッド・ピットが講演する監督は、えー、007慰めの報酬などのマーク・フォースターさんでございます、えー、ということで、えー、と今大ヒット中ですけどもこれねワ、えールド・オー・ゼット見たというですねリスナーの皆さんまたの名をウォッチメンからの監視報告いただいておりますありがとうございますメールの量は ま、大ヒットしてるんですけどね。普通ということですけどね。えー、ただ賛否で言うと、ややさんの方が多い。褒めてる方,方が多い。えー、とにかく大量のゾンビが出てくるのが悪感。すごい。話の面白さともかくテンポがいいので最後まで一気に見ちゃった。えー、あとはちょっと話が尻つぼみでがっかりしたなどですね。えー、欠点や物足りなさがありつつも勢いや特撮というかね、えー、映像の凄さは認めるというような意見が多かったということでございます。えー、代表点のところをご紹介いたしましょう。えー、ラジオネーム、ドインランエンパイアさん、22歳、男性。 えー、マジで最高のゾンビ映画噛まれて12秒でゾンビになるからバリバリの全速力で追っかけてくるゾンビたちに、えー、MK5 と書いてマジで恋する5秒前でしたよまさに MK12 <laughs> マジで噛まれて12秒後ですね<ー>というねええー、ことです、えー、追っかけてくるゾンビの群れが曲がり角とかに一旦なだれ込んできてから方向転換するところなんか、えー、ダイホード3とかで出て,出てくる、えー、総水路に流れ込んでくる大量の水みたいな感じで自然的な怖さがたまりませんでした確かに、ま、塊表現ね新鮮でしたよね、えー、大量といえば一番の見せ場 ね、これも私も後ほどねおいしますゾンビの壁越え、ね、ゾンビ映画も200億使えばこんなシーン撮れるんだぜって感じの超豪華な、えー、ゾンビ組体操、うんえー、このシーンのためだけ1800円か払う価値ありでしたと何よりブラピがかっこいい、えー、というね DIY 精神あふれる、えーね、Do-it-yourself 精神あふれるゾンビ対策もさることながら的確な判断がかっこよかったですと,、えー、とそしてあいつのことだから生きてるさみたいな信頼のされ方なんかもはや願望でしょうという、ねえー、ことでございます研究所終盤ね、えー、研究所でのゾンビとのだるまさんが転んだ、えー えーえー、ゾンビも飛びつくうまさ、ペプシーみたいな後半の展開を笑いました、<laughs> 褒めてるのかな、この人、<laughs> えー、ラジオネーム、ソチャさん。 えとね、お話自体は行けと言われたところに行くだけでほぼないと言ってもいいのですがテンポよく緊張感を保ったまます進るままので飽きずに見られましたちま、えー、で,で話題の Z 問題、ね、要するにそのゾンビっていうのを隠して宣伝しているみたいなねでそんなに Z 感がないので、まあ、そんなに騒がなくてもいいのではというかワールドウォーカーがない方が問題な気がしますよワールド感もなきゃウォー感もないですしそれとこが後半すげえちっちゃな舞台になるじゃないですかと、えー、みたいなことですねいっそのことをペプシオ・ブ・ザ・デッドすればよかったんですよ <laughs> ペプシ皆さん、ね、印象残ったご様子でございますさあそれでは行ってみましょうワールド 私も2回見てまいりました、字幕 3D 版で、ね、来てまいりましたけどね、えーまあ、の Z の、ね、話は、ね、ちょっと前、y o s さんの特集でも出ましたけどね、えー、ゾンビ映画館を廃した宣伝の仕方、ただ、まあその、その方向で、要するにゾンビって言っちゃうと来ないお客もいるからさっていうのはまあ理解できないじゃないし、あと実際、これ、先ほどのメールとも僕あの通じると思うけど、実際、これってゾンビ映画館を廃したゾンビ映画。 なのも確かなので、ある意味、はいえー、実は脳船での方向もそんなに実は嘘じゃないっていう、ねえー、こともあるかもしれません。えー、でよく考えたら、このコーナーでゾンビ映画を扱うってうのは初めてなんですよ、実は。で えー、番組始まってすぐの頃にひょっとしたらもう要するにハスラー始める前ですねあの最近見た映画でこんなん最高でしたっていうんで、えー、と28週後これあの28日後っていうのの、まあ、続編なんですけど28週後っていうのを大絶賛したっていうのはありましたけどというねこれですねちなみにこの28週後は今回の「ワールド・ボーゼット」と同じく、えーまあ、28日後からの,そのあれで要は全力疾走系でパンデミックものでもあるというねえー、という中では僕は28週後が。 一番すすごい好きです大最高傑作じゃないかと思ってくれたらすごい好きですけど、はい、あの人間の善意とか愛情がことごとく事態を悪化させていくという、ね、悲劇性がすごいねあのいいんで、まあ、あの緊迫感とかも半端ないですしね。あのー ゾンビ映画入る人いたらこの契約に行ったならじゃあ二十八週後とかいかがですかっていう感じですかね。はい。僕はまあ二十八日後はちょっとっていう感じ感じなんですけどね。だダ,ダニーボイルがあんまあまあいやそれい,いやはい。んな余計な話してる場合じゃない。と言ってねでまあ今回そのゾンビ映画このコーナーでやるのが初めてだからといってさあではここでねゾンビ映画の歴史を雑踏おさらいとかしてる暇は同じ間はいくらなんでもないのではいまあ、本とかいくらでも出てるのでねあの映画評論の別冊とか素晴らしいのが出てるのでそっち読んでいただきたいんですがとにかくあの彼、ー、これ十年以上 あるいはもっと、まあ、とにかくその21世紀に入ってからかな分かんないですけど20世紀に入ってから間違いなくずっと世界的にもうそのゾンビブームがもう続いているわけですねずっと続いてるもるブームって言っていいか分かんないぐらいずっとゾンビものって作られてていっぱいこれをまあ社会学的に、ね、かっこよく説明することもできるのかもしれませんが、まあ、僕、これは言ってみればです、ねえー、まあ要はゾンビっていう型とか形式ですねゾンビっていうものを1個入れることによってアイデアが生まれやすいってことにみんな気づいたっていう。 ゾンビ便利ってことだと思うんですよね。はい。いろんなシチュエーションとかアイディアに当てはめるっていうことをみんなこうあの気づいちゃった。ゾンビ入れればなんとかなるみたいな。えー、もし丸々にゾンビがいたら的なね、感じとかね。えー、とか、あと,あとゾンビ映画、例えばそのいわゆる POB スタイル、主観映像スタイルで撮ったらこうなりますよ。で、レックになるとか、まあ、そのコメディ的に再解釈するとこうなりますね。えー、まあショ、ショーン・オブ・ザ・デッド。ショー・オブ・ザ・デッドはコメディ的になりながら正当派ロ,ロメロゾンビでもあるけども、えー、とか、まあ、ゾンビランドであるとかね。まあ、そんな感じ。えーでまあ、要は便利。 っていいうのを気づいたってもあると思うしあとはやっぱりですねさっきちょろっと出した28日後ダニー・ボイル、えー、ですかね、うん、とか、まあ、あのリメイクの方のだからドーン・オブ・ザ・デッドザック・スナイダーね一気に有名になりましたけど、えー、以降特にまあ顕著になった要するにその全力疾走ゾンビトレンドですよね、えー、それまではジョージ・エロメロがまあそのモダンゾンビというのをねこう作り上げて、まあ、要はヨタヨタってこう歩くっていうゾンビだったのが、えー、全力疾走型が主流になってと。 でまあ、あのそれがもうかなり本格的にありその前も走るゾンビってのはいたんだけど一応、えー、それが主流化というかトレンド化したことであそのロメロ,ロメロゾンビの型みたいなものを絶対に守らなきゃいけないってわけでもないみたいな、えー、感じになってきて空気的に、まあ、要はこう型からの解放があってより皆さんその、えー、便利っていうところでいろんなのに当てはめやすくなったってのあるかもしれない。あとは えー、ゾンビ映画、割と低予算でもいけるっていうことですね、そんなにだってね、元は普通の人なわけだから、うん、わーとか言えばとりあえずゾンビになる、えー、それこそコリンっていうね、えー、作品ありますけど、2008年、これ、制作費6000円ですからね、聞き間違えじゃない、6000円ですから、制作費6000円、世界的に評価されたコリンなんかがあって、低予算でもいけるっていう、いろんなやり方があるんで、便利っていうんで、まあ、例えば日本でもちょいちょい、ね、作られたりしてますよね、それこそあれですよ。 あのキスガマン選手権ザムービーあるじゃないですかこの間のあれあれだって結局一種のゾンビモノでもありましたもんねとかねはい、えー、なんてのなってまあいろいろ流行ってるとあともちろんですね言わずもがなですけどゾンビモノってのは要するに状況サバイバルもの の物語なので、えー、要はビデオゲームとの相性の良さっていうのが、まあ、このブームの最大の推進力になってきたというのもこれも周知のとおりもうまあバイオハザードっていうのは言うに及ばず、えーそうですね、例えばこの番組で言えば以前ね、えー、と特集もしましたけどいわゆるこうジョージ・ロメロ型ゾンビっていうか映画ゾンビですね型のゲームの。 再現版のもう決定版である、ま、デッドライジングこれはもう名作中の名作、デッドライジングであるとかですね。えっと、走るゾンビ系でもね、レフト4デッドなんとか出てきて、それこう走るの結構いっぱい出てきて、最近だとあの、ラストオブアスっていう、これゾンビゲーム大傑作でした。これやってない方、ぜひ、 もうなんならワールド・オォーッよりもおすすめラスト・オーバースこれは素晴らしかったのありますしあともう最終的にはもうゾンビ流行りすぎちゃってもうやれ何「コール・オブ・デューティー」だ「レッド・デッド・リデンプション」だってもともとゾンビものとは関係ないジャンルまでゾンビもの化していくというそんぐらいゾンビが流行ってるということで世の中猫もシャクシもゾンビだらけなんだけど とはいえ、まあ、ゾンビですから、まあ、不可否的にその残酷とかグローブ描写というのは当然あ,あるわけでそういう意味ではやっぱり、まあ、そういうのが好きな人たち向けのコンテンツってところはまあ変わってはいないんだけどと、えー、要はジャンルものだったと。なので、えー、ブラッッド・ピット主演 で超ビッグバジェットで、えー、ブロックバスター対策としてゾンビ映画が作られるっていうのは、まあ、あのテレビシリーズの『ウォーキング・デッドが、ね』がすごくヒットしたりとかっていう、えー、フランク・ダラボンが、ね、制作のやつ、えー、っていうのに続いて非常に,要するにゾンビ映画ここまでメジャー化したかっていうのもの、えー、結構エポックメイキングな、まあ、出来事なわけですよだから非常に噂になってたこの21世紀ゾ,ゾンビブームのもう決定だとなるかっていう感じで非常に、まあ、ファンの間でも期待されていたということで、ね、例えばあのソイルピンプセッションズトランペットのタブゾンビさん、ね、その名の通りもゾンビファンで。特に このののタブゾゾンンンビビさんんはデモンズ以降の以降来の走るゾンビ派なんですよずーっと俺走る方が好きなんですよねなんつって、まあ、そのタブゾンビさんもずっと楽しみですなんて言っててで僕も、まあ、初めて予告見た時にもうおおこれかこれは噂のすげえと要はもう先ほどメールにありましたけど例のあのゾンビの山の絵ですねあれをやっぱり劇場に見た時おおすげえ初めて見た時やっぱ劇場全体がどよめいてましたからねおおすげえみたいな、えー、感じだと思いますでまあ結果 まあ大ヒットしたわけですけど、今回の「のワールド・ボー・ゼット」は日本でもヒットしてますし、アメリカでも大ヒットした、ぶっちゃけ僕はブラッド・ピットが主演だからとかって以上に、やっぱりあの絵ですよ、ゾンビの山のこんな見たことねえっていう、あの絵のパワーが俺ははっきり言ってヒットの一番の俺要因だというふうに思ってますけどね、で先に言っておくならば、やっぱりそのゾンビの山を巡る一連の場面は、やっぱすごく良くて、この映画のまあ間違いなく、白くだと思うんですよね。 でこの部分はこの一連の場面に続くところはですね原作にそのまま出てくるとかじゃないんですけど原作の小説に原作の面白さと僕一番リンクしてる場面でもあると思うんですどういうことかっていうとですねもともとはこうマックス・ブルックスさんというですねこれメルブルックスの息子ですよメルブルックス映画監督とかねまあそのコメディ俳優もありますけどメルブルックスの息子マックス・ブルックスさんという人がまあその書いてそのマックス・ブルックスさんはこの小説の前に「ゾンビサバイバルガイド」っていう「もしゾンビにあったら!」っていうね「急いで口です!」っていうことがいっぱい書いてある <laughs> えと 本でまずヒット飛ばしてでそのマックス・ブルックスさんの初めての小説っていうのが原作なんだけど、えー、ただ形式がちょっとトリッキーでえー、っと世界的にまあゾンビが発生して、えー、でわって大変なことになって各地で生き抜いた人々の自語的なインタビュー集架空のですよ自語的なインタビュー集っていう体を取ってると、はい、えー、感じなんですねだからまあ普通にこう一直線で主人公がいて話が進むというその物語じゃないんですけど。 で何が面白いってその、まあ、ゾンビがいろんなところで発生してこんなことしました、でこうやって生き抜きました、こういうのが大変なことありましたと,と時にですねそのゾンビ発生への対応とか、まあ、生き残り方とか戦い方とか、えー、にですねそれぞれのお国柄みたいなのがこうすごい出て描かれてるというところなんですね。でで日本のエピソードも出てくるるんすすよそうすると もおそらくこのマックス・ブルックスさんなりにリサーチした結果だと思うんだけどマックス・ブルックスさんなりにリサーチした結果の俺の考える日本みたいなのがそのエピソードに反映されてて面白いんですよ、えー、出てくるメインで出てくるのが、まあ、オタク引きこもりのオタクと,、えー、っと目が見えない盲目の被爆者の方っていうのが出てきて、えー、でまあいろいろその2人がいろんなことを右翼くせあって出会って最終的にそのゾンビ対抗する組織としていいですか名前盾の会ってのを作るっていう <laughs> だからそのマックス・ブルックスなりに日本について で色々調べたんだとあと日本の例えば教育システムに対するちょっと,ちょっとしたこう批判だったりとか、えー、みたいなのが入ってたりしてただあくまでマックス・ブルックスさんが考えた日本だからね俺らから見ると微妙にこうあるんだけどさ、はいまあ、お国柄が出るここが面白いところでなので僕はやっぱですねこの原作映画化するっていうんだったら例えば。 それぞれ各国の別監督のオムニバス形式での映像化みたいなのもすげえ見たいかもみたいな、はい面白い場面いっぱいですよ、この映画に出てこない、それこそビッグバジェットでやった方がいいんじゃねえのみたいな、潜水艦の周りにうじゃーっといる海底に海にゾンビとかね、ですねへいろんな面白い映像があんで、まあ、いいやでねん。 えー、さっき言ったそのゾンビの山が出てくる場面って、まあ、いわゆるそのイスラエルの場面なんですねイスラエル、えー、で原作小説でもそのイスラエル対策で壁を作った自発的隔離政策をとったって、えー、話も出てくる、まあ、あの劇中で出てくるセリフなんか、えー、ユダヤ人ってのはこういう歴史があったからみたいなああいうところも含めて原作小説でも、まあ、ちょろっと出てくるところなんですけどとにかくそういう要はさ壁を作ってっていうのがさすごくイスラエルのまあ いいかにもイスラエルっていうの俺らが考えるイスラエルっぺーっていうさ対策なわけじゃないですかでなおかつそこから起こる展開も含めてうわイスラエル中東問題っぺーみたいなそのだからそのいかにもイスラエルの展開っていうこそがやっぱりそのワールドウォー先ほど、ね、ワー,ルドウォー感がないって言ったけどここはあるわけですよワールドワールドゾンビですよ。 ね、ワールドワールドって <laughs> ワールドならではのスケール感あるいはそのそしてやっぱりこう超ビッグバジェット作品ならではのスケール感っていうのをちゃんと感じさせてくれる部分になってるわけですよ。えー、なので例えば せっかくの防護対策これ自体もすごくイスラエルペーだしその防護壁が柵が破られてしまうきっかけがよりによってああそれなんだっていうあのアイロニカルな要するに歴史的な一冊も含めたアイロニカルな構図もすごくここは聞いてると思うしえー、そしてやっぱ何よりやっぱりねその先ほどねメールにもありましたけどあの要は ひ人の一個一個は人の形をしたものが塊となって波状になって押し寄せてくる先ほど確かにその水の表現のようだっておっしゃられてましたけど確かにその通りで、えー、あの押し寄せて波のように押し寄せてくる要は人が塊として表現されているあのイメージあのあイメージの圧倒的さっていうのはもう誰が見てもおおねってことだしもちろんそれはこの規模の作品だから可能になった絵でもあるということだから。えー、でやっぱね僕ね僕今時 絵で驚かせてくれるっていう1点があるだけで僕は十分満足すべきっていうか偉いなって思うんですよね絵で絵で驚かすの難しいじゃないですかやっぱ CG 以降は、はい、なのでああいう絵一発作ったところでやっぱその、えー、素晴らしいなというふうに思いますはい、えー、で、まあ、この感じで他のね国ごと国柄ごとのゾンビサバイバル戦があといくつか見られればもうちょうだいもう,もうサムズアップイエーイって感じだって あかもなぁと思うんですけどねただあのー、そのそさっきの予告編ね予告編見た時点でおーって思ったって言ったじゃないですかただおーって思うと同時に俺は一瞬こう危惧したんですよねあのあのさすげーだとただこれを超える場面他にちゃんとあんのかっていうすげーすげーすぎて、えー、っていう危惧を一瞬抱いたんだけど 残念ながらその器具は結構当たってたっていう <laughs> <laughs> ことですかねあの、はっきり言って予告に出てくるあのゾンビの山のところとかあとあの狭い路地に波のようにわーっと押し寄せるとこ,うこの2点 <laughs> がやっぱ一番すごいっていうん、はいえー、じゃないかなと。で これね、まあ、早くからあちこちで報じられてる通り「これバニティフェアっていうね向こうのゴシップ誌ですごく詳しく先に報じられちゃったんだけど、えーまあ、要は制作プロセスに非常にこうトラブル続きだったとトラブルの多い作品だったと、えー、まず脚本家ももう2点、3点してっていうね、えー、で本来そのイスラエルのシーンに続くはずだったロシアで、まあ、大戦闘シーンがあったらしいんだけどそれが丸ごとカットされたこれを撮ったし出来上がってたらしいんだけどそれも含めたそのいわゆるディレクターズカまあコースターがこう一応仮組みしたその編集バージョンを最初に出写したら え見たそのえ上層部っていうかねその映画会社のおやらさんがもうシーンっていうこ,これはちょっとって空気になったっていうね、えー、でまあじゃあちょっと作り直さなきゃいけないってんでブラピー制作も入ってますからブラピーがちょっと考えさせてくれみたいないろんな展開があったらしいんですけどで えー、新たに「まあ、スター・トレック」の今イントゥ・ダークネスやってますけどあれも手掛けている、えー、とデーモン,リン,ドロフリン・リンデロフさんという人を呼んできて、えー、どうしたらいいかなっ,つってでそのデー,デーモン・リンデロフさんが、えー、とドリュー・ゴダードさんってこれあのテレビシーズの「ロスト」でも組んでたドリュー・ゴダードさんでドリュー・ゴダードさんというのはキャビンっていうね あのホラー映画、今年も公開されましたけど、あれであのジョス・ウィードンと一緒に、アベンジャーズのジョス・ウィードンと一緒にえ脚本書いて、監督もされているドリュー・ゴダードさん、クローバーフィールドの脚本もやってますけどね、はい、え呼んできて、まあ丸ごと、要するに3幕目を、3幕目というか、終盤の持ち場の盛り上がりのところを、丸ごと書き直したという、で、慌て,て撮り直したっていうえことです、追加撮影したと、しかもこの間、ずっといろいろ撮ってるわけですけど、撮影監督も2回交代してるっていう。 ということで、あの要はガッタガタやないかっていう状態なわけですよ。なんですよ、だからそう考えると、それにしてはよくまとまってるんじゃないよくまとまったねっていう感じの話かもしれないとい、ただね、僕ね、その要は政策がトラブルありましたなんてことを事情を抜きに見てもっていうのは、僕は初見時はそのことを情報とか入れずに見たんですよ、何も知らずにできるだけ見ようと思って。何もも知らずに見ても実際 まあこのえ実際、この出来上がった先の3幕目にあたるウェールズの WHO の研究所っていうの,のシークエンスがあるわけですけどそれがまあ終盤の展開になるんですけどそこは初見でその事情を知らずに見てもなん,なんだかちょっと取ってつけたような,うんなんうか限られた条件で無理くり盛り上げようとしているような場面に何か僕感じられるんじゃないかな知らないでもって思うんですけどねはいなんかこうまだまだこのレベルで危機みたいなことが続くのみたいな。 またこのレベルの危機みたいなうーん感じがね、ちょっとしちゃったんですよね。なんかこう話が一気にこう止まったっていうかうん感じがしたんですけど、で。 実際のところですね、ここのその3幕目のウェールズその WHO 研究所の中で、えーまあ、要はあるものを取りに行くというね危機的シークエンスがあるんですけど、ここだけが割と他の部分と違って、割とゾンビを普通に正面からこうはっきり見せていたりとか、逆に言うと他の部分ではあまりにもゾンビをうちゃんと映さなさすぎると僕は思うんですけども、はいまあ、ここだけゾンビを普通にちゃんと見せてたり、あとはその盛り上げ方が非常にゲーム的であると。まあ、その潜入というか先ほどどメールももありましたけどもだるまさんがこがんだん,、ね、だるまさんが転だですね ガルマさんがこのガーっていう、えーまあ、要するにここだけ、割と既存の、まあ、帝王さんも含めた、割と既存のゾンビ映画に近いような作りっていうか、割と既存のゾンビ映画のソフト版みたいな感じ、じゃだめじゃんっていうことなんだけど、みたいな感じになってると。で えー、でそこからさらにですね、まあ、これは他のゾンビ映画には珍しくある解決があるわけですね。えー、普通ゾンビ映画っていうのはさ要するに世界中にゾンビが広がっちゃってるわけだから普通は、えー、事態の根本的な解決みたいななされようがないっていう状態で差し当たってある地点から登場人物が脱出しましたとかっていうのを差し当たっての終わりにする。要するに、えー 全体の話がこうきっちり終わるわけじゃないっていうのがほとんどなわけですけど、えー、これ珍しくある解決がある、まあ、ここはまあいいでしょう,こう新たな試みとしてそれはいいんだけどでその、えー、解決の理屈もね わ、えー、かるよあの、例えば今まで、えー、過去の映画で言えば、これ、ゾンビものじゃないですけど、えー、っとどっちかというとアウトブレイクものですね、えー、アンドロメダっていうね、アンドロベンダー病原体っていうマイケル・クライトンの、えー、小説が元になって、えー、ロバート・ワイズンという、ね、監督がやってるあれですけど、これもすごい面白いんで、ぜひ見ていただけて、アンドロメダを連想させる理屈なんですよ、その解決が、つまり、えー、なんでこの人たちは大丈夫だったのかってあたりが、まあ、えー、謎解きのポイントになってる、これ、まあ、理屈としてはいいですよ、アンドロメダもあるわけだし、いいんだけど、 そこでそのブラピーが取る行動がいくらなんでもえそれありなんだってお前、広すぎじゃねえみたいな、A、のもあるしあと、あの理屈だとさあの前半に出てた足が悪い兵士あれ、彼は別に病気病え、ね、えだって兵士なんでしょ、そんな致死性のとかってふる傷わ、うん、<laughs> かんないですね、ちょっとね。はいえー、まそのいやとにかくさなんかちょっとその辺もあれっていう感じだしで、まあ、そんなのはいいんだけどね理屈はいいんだよ。 それ以上に問題なのはこの主人公の要するにブラッピーが演じている主人公ブラッド・ピットが演じてきた役柄史上最も悪のない人物っていうかあのものすごーく引っかかりのないヒーローですよねあの非常に有能だし家族思い、まあ、結構なんだけど引っかかりねーこいつっていうヒーローっぷりに今象徴される通り全体的にこの「ワールド・オーゼント」という作品ね、まあ一言で言えば全てが淡泊なんですよなんか。はいでねこれね その子供も見れるブロックバスター超大作だからまあゾンビ映画だけどまあ,ある程度、た白にっていう理屈は理解できるけどもだからといって例えばさっき言ったようにですねゾンビ自体もそあとその結果としての惨状もね えー、はっきり映し出さずこれ別にグロックしろって言ってるわけじゃなくて、あのー、結果とかもよくわかんないような感じというかね、えー、はっきり映し出さず、えー、あとはさっきまで味方家族だった人がゾンビとかして襲ってきてしまうっていうね、まあ、ゾンビならではの、えー、怖さ悲しさであるとかあるいは、まあ、ゾンビものの本当は一番怖いところでも要は対人間人間がおかしくなっちゃって怖い、まあ、スーパーの場面でちょっとだけ描かれてはいましたけどあの警官の描写は良かったですあれフレッシュ、うん、あれはなかなかうまいところだと思いましたこの作品の中でも。はい、なんだけど、えー、そういういところ もうそんなに描かかれずとかあるいは例えば,例えばですよ途中主人公の家族が絶対に安全な海上の空母から結局、えー、追い出されてしまうという展開がありますよねあそこの展開だったらねあれやるんだったら本来伴うべき非常に切実さ要するに降ろされたらはっきり言って命の保証はないかもとかひどいじゃないのとかさ軍はこんなに非情なんだじゃないけどっていうような切実さがほぼ描かれないですよねなんかあの降りることになっちゃいました。 安全地帯ですみたいな感じでなんか切実さが全く描かれないそういうのがろくには描かれない、えー、で、ただひたすらこう持続する 展開だけまああの興味の持続という意味でのテンションは続くのでとりあえず退屈はしないんですけど、えー、ただひたすらそういう退屈とりあえず退屈はしない展開だけがあるみたいな作りになってるでそれが理由は子供も入れるブロックバ,イバスター超対,対策だからっていう理由なんだったらうんだったらそもそもゾンビものなんか作んない方がいいんじゃないかなゾンビもなんか手出さないでくれよって言いたくなっちゃうってことですかねはい結局結果としてですよあの単に 単に好きなだけ殺しても問題がない対象にしかなってないですよね、今回の映画のゾンビはね。も、はいえー、元は人間のはずなのにってことですよね。で、例えばですね、一番ゾンビものとして盛り上がりそうな序盤、ね、こう、事態がなんとなく、あなんかおかしなことが起こってるっていう気づいてから、こう、逃げていくというシーン、まあ、ここ、ゾンビものとして一番盛り上がりそうな場面だし、まあ、ここ別に悪くはないですよ、悪くはないけど、例えば、同じようなゾンビものじゃないけど、何か異常事態が起こってる。 家族を連れてさあ今すぐ逃げなきゃという怖さを、ね、描いた例えば宇宙戦争スピルバーグの宇宙戦争の序盤とかと比べるといかにも薄い版、えー、みたいな感じ。要はそそののあんんまりもうなんかその 怖さがさがゾンビものに見せないようにしようとするがあまりなのかわかんないけど僕はね同一ショット内でゾンビが追っかけてくるっていう絵がないせいもあると思うんですよねはいそれもあってなんかこう切迫感があるのかないのかみたいな感じだってさあんな、S、あの大きいさあのキャンピングカーみたいの乗り捨てとく <laughs> とかさね宇宙戦争逃げるのはさ主人公だけが車に乗って逃げられるのにはちゃんと理由づけがあったじゃないですかそういうのもなくさねみたいなのとかまあいろいろ疑問もあるんだけど、はい、あと例えば その逃げ出すシーン、面白くないわけじゃないけど、わーってこうビルの上からヘリコプターに乗りますっていう手前のところ、わーって追っかけてくる、真っ先に追っかけてくるあいつは、要はさっきまでかまってくれた部屋のお父さんなわけじゃないですかで、その長男はこっちが助けてるわけですよね、例えばその長男があ,あ,あれ、お父さんだっていうので、一緒に同僚をするとか、なんとかっていうの、全くないじゃないですか、うーんっていう感じ、一時が万事ね、はい、ということで えーまあ、マーク・フォースターっていう監督ね、えー、社会派エンターテインメント、まあ、例えば、えーそうですねまあ、名前挙げたのはチョコレートだったりとか、あと、007慰めの報酬ね、えー、僕、ボンド映画としては全く評価してないですけど、あのー、例えばカーチェイスとか、あとあのラッカーアクション。これあのー ベルリンファイルの表の時に言い忘れたんだけど、ベルリンファイルのあのすげえ良かったラクアクションシーンはちょっとだ慰めの報酬の、ラックシアクションシーンのちょっと影響を受けてるから、こうとがすごい良かったりとかするし、あと、まあその、特にあの腕を振るのは社会派エンターテインメントというジャンル、えー、君のためなら1000回でもっていうね、はい、えー、アフガニスタン舞台でね、えー、とかですね。 まあ最近だとマシンガンプリーチャー、これ、アフリカ部隊でとかウガンダ部隊でってのがありましたけど、要は非西洋圏で起こる異常事態を描く社会派エンターテイメント、アクションなんかもアリーナみたいな、えー、を作る手腕というのは、本来ならこのワールド・オブ・ゼット、非常に企画に合ってる、確かに合ってそうだなって感じなんだけど、ただ、やっぱりんせ性ですね。 要はですねさっきから言ってるゾンビ映画館を避けたゾンビ映画っていうかゾンビ映画館を避けたいどっちかというと、まあ、社会派アウトブレイク映画っぽい感じにしたいっていう要するにジャンル映画に対する微妙な差別意識みたいなものがこのなんとなく腰が引けたゾンビ映画なんかタンパクさんにつながっているのはちょっと否めないかなというふうに思います。で例えばですね ウイルス学者、ねえー、非常に希望の星、ね、彼が頼りだっていうウイルス学者が、まあ、ある天末を迎えるわけですけどここのね要するにもっと意地悪な笑いにつなげる描き方をするとかあるいは本当にブラピが、えー、もうこの人この件はお前に任せるからなんかそのとにかくああっていうのがないとなんかただ単に何それっていうなんかねこの場面で何を。 どういうリアクションを観客に起こしたいんだよみたいなことになっちゃってそのたんぱさが言うだと思うんですよね。はいまあで,まあ、でも、まあですね、えー、金をかけてスターが出れば、まあ、そのジャンルの決定版ができるっていう結論もひょっとしたら夢がないかなとゾンビ映画さっき言ったようにアイデアとかテイさんでもアイデア勝負で面白くしてきたジャンルなのに金かけたらそっちの勝ちかいっていうのはちょっと夢がないのでなんだ、そんなじゃねえじゃんっていうのは意外と希望がある結論かもしれないっていう、はい、でこれ、あのー、今日僕が言ってきたテンションで誤解しないでほしいのは決して。 全然つまらない映画では全くないです、もちろん、もちろん全然つまらない映画じゃない、もちろん、あの面白い、ワくワクするところいっぱいありますあの、ゾンビものを見慣れてない、えー、怖い映画、グロい映画苦手、えー、普通なら見れてないような人たちには、これ、本当にいい入り口になるのかもしれないなと思うし、実際、事実その意味では成功しているわけですから、全然いいと思います、ここ入り口にいろいろ見てほしいと思う、これが気に入った人はだったら、ちょっとそれの、もうちょっと辛口版。 で、28周後とかいかがですかね、本当ね、えー、という。はい。あと、まあ、要所要所で、例えば、まあ、今回 3D でもやってますから、あのー、3D の使い方は結構ギミック的な、要はもうゾンビがガーッとこう出てくるような、これギミック的な使い方とかはやっぱり、の好感度アップだしね、まあ、ゾンビだしさ、ゾンビ飛びかかってきてよってことだから、はい。えー、ということですね。えっ、ー、と、一応、あの、 なんかそのロシアのシーンカットしたのと関係あるかわかりませんけど、三部作説みたいなのが途中から登場してる、要はブラピが、うん、今回のじゃは終われねえかなみたいのあるのかなのが三部作説もあるので、そしたら、まあ、例えばカットされたロシアシーンやっぱ見たいかなってロ、ロシア大戦争シーン、まあ、エンディング周りにちょっとそれっぽい映画が入ってたりしましたけどね。えー、っていうか、さっきから言ってるように、もっとやっぱり世界大戦っぷり見せてよ、お国柄ごとの大戦っぷり見せてよみたいな、ねえー、感じがいたしましたね。 この今回の映画だとイスラエル編ではそこそこいけてたように既存のゾンビ映画ではできなかった、えー、差別化ができるっていうことだと思いますのでぜひぜひちょっとそっちは見,たい見せていただきたいなと、えー、思う次第まあマーク・ポスターじゃない方がいいのかな <laughs> みたいな感じ、うん、でも決して面白くない映画じゃないというかねあのとにかくあの絵すげえっていうのが見れるだけでも素晴らしいと思いますワールド Z ぜひぜひ劇場でウォッチメイ